ブログには海外からのアクセスが今も続いている。食事は地元お母さんチームが交代で毎日ケータリングをしてくれた。当時のことを横谷さんと中村さんに聞いた。それがね、寒い家だったからね、なるべく冷めないようにあったかいものって、そういうのにちょっと気使ったね。寝る前に明日あれだこれだ考えた。いや本当仕事より使った切なかったわでもまあ喜んでくれたからね、うん、それが良かった、ね、まあ要領を覚えたからね、うん、今度は声かかればね、うん、少しどうしたらいいかなっていう段取りはちょっと覚えたからね、だからかなっていう感じはするけどね、やっぱり食生活が違う、ちょっと違うから、うん、そういう部分は大変だよね。日本人の人の支度するのと違ってねでも大体似たようなもんだったね。まあそうだね、うん、でもいい思い出な。あの日のことが蘇った。二人は韓国上映会に行くと決めていた。やっぱり紋別っていうね、この街がどういうふうに映ってるかですね、どういうとこをあれ知ってるか、まあ、それが一番見たいですね。それと前に皆さんで苦労した人方スタッフたちにねまた会えるっていうことが楽しみです。ケータリングに参加して、うん、エキストラにも参加して、いや本当にいい体験したよ。本当だ ね、この年になって私も本当にこんなの初めて、うんうん、また来たら何かやっぱり参加したいなと思うけどね紋別の街がスクリーンにどう映し出されるのか自分の目で確かめたかった。あっという間の2週間だった。市民エキストラ200名の力も借り、過酷なロケは無事終わった。準備から数えるとすでに4ヶ月が過ぎていた。下は小さな子供から上は70歳以上の方々まで関わりを持ったという、そういった幅広い人たちがみんなでこう一つになるというのはなかなかないんではないのかなと。ロケを無事に終わらせ、自信に満ちた表情で船木は語った。映画作りというのは町づくりのツールとしては最高のものではないのかなというふうに思っています。我々が気づかなかった良さというものを引っ張り出してくれる。これからもこういった映画をテーマにした町づくりというものを大いに追求していきたいなというふうに。ロケが終わり1ヶ月が過ぎようとしていたある日、船木のもとに一通の手紙が届いた。船木様こんにちは。3月の映画ロケの際に東京から参加させていただきました岩崎と申します。1泊2日という短い紋別滞在でしたが、エキストラに参加させていただき感謝しています。紋別でお会いした皆さんはとても心温かく親切な方ばかりで、紋別が大好きになりました。韓国で映画公開が決まったら教えてください。私もぜひ行きたいと思っています。私にとっても思い出の大切な映画になりました。この映画がヒットするように祈っています。ではまたお会いできる日を楽しみにしています。岩崎智美。2009年2月16日、ソウルバレ。この日韓国ソウル市内の映画館スポンジハウスに紋別の旗がなびいた。おいしいマンのプレミアム上映会に紋別キャンペーン隊20名が駆けつけた。自分たちが関わった映画がヒットしてほしいからと。
この日のためにロケ地マップを作った。特産品を持ってきた。そしてやっとの思いで運んだ流氷の天使クリオネ。どうしても見せたかった。もっと紋別を知ってほしいから。泳ぐ天使は見る者の心を奪った。午後8時50分、上映が始まった。翌日、制作会社スポンジ主催で「おいしいマン」のスタッフ交流会が開催された。挨拶に立ったキム監督はソウルでの再会ができた喜びを語った。映画の成功を祈って全員で乾杯をした。忙しいスケジュールの中で主演のイ・ミンギも駆けつけた。嬉しいよ。1年ぶりに懐かしい顔に会えた。一本の映画が結んだ縁だ。そしてキム監督が言った。自分にとってこの映画とロケ地紋別は一生忘れることはできないだろうと。手紙をくれた岩崎さんもこの場にいられる喜びを語った。それぞれに言葉は違ったが、みんなが言った。この映画は私たちの宝物だと。そして今夜はまるで夢を見ているようだと。韓国の暑い夜は終わった。一夜明け、日本に戻った船木に聞いた。昨日は、みんなで、1年ぶりの再会を果たしたんですが、そういったことを踏まえて本当は大成功だったと思いますし、その場にいた方々全てがそういった感動を共にしたのではないかなというふうに思っています。今スタートについたばかりというふうに考えておりますので、これから先行上映もあります。そんなことで地域の活性化、どんなことが地域の活性化になるのかということは、みんながいろいろ考えてそれぞれがやっていくということになろうと思いますし、その先頭に立って OMFC も頑張っていきたいなというふうに思っています。もう最高です。この日の朝、船木は韓国で一通のメールを受け取っていた。1年前、韓国から映画がやってきた時と同じように紋別から音が消えた。海が凍る町紋別、あと一月もすると海明けを迎え、音が帰ってくる。